Thank you.
イエーイ、ね、かなでリボン外れてるよ知ってた？イエーイ、ありがとうございます。雨が降ってきたので、ね、雨が降ってきた。カメラとか気をつけてください。気をつけてください、マジの心配はい、先ほども少し話したんですけど、私たちはアイドルのフリーコピーを主に活動の一環として取り入れてるんですけれども、ユニドルという大会に出ていて、ユニドルです、はい、主に夏と冬の大会があるんですけど、今度10月17日にそのユニドルの1年生大会が行われていて、ちょっとここには1年生いないんですけど、私たちも応援に行くので、皆さんももし興味を持ってくれたら、私たちの後輩たちに、後輩たちをぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。今話してくださったルミさんっていう、ね、ルミさんは3年生なんですけど、その他が今今日2年生で、2年生はね去年ね出たんだよね、ユニドルに、ユニドルフレッシュに、ね、そう、おととし出たよ。あ、そう、ルミさんはおととしで、私たちが去年出させていただいたんですけど、ユニドルウエストだよね。そう、西と東にこう分かれてたんですよね。そうですね、ちょっとうまく話せないな。ユニドル、西の方にある東京と東の方にある東京で分けて去年は戦ったんですけど、私たちなんとウエスト西の部で優勝させていただきました。ありがとうございます。ちょっと去年の話なんですけど、でですね、ありがとうございます。今年はですね、西と東じゃなくて南と北、サウスとノースかな、合ってるよ合ってるよって感じで分かれて出場するんですけど、トメボは北の方に、2日目の方に出演させていただくので、よかったらお時間ある方、ぜひぜひ1年生の応援をしに行ってあげてください。お願いします。お願いします。じゃあそろそろね、次の曲に行きましょう。ミュージックスタート。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではここでですね、イベントの告知をさせていただきたいんですけど、9月の23日に中野で行われるイベントに出させていただくことが決まっています。詳しくはトムボーイズのツイッターを見ていただきたいんですけどトムボー TOMEOYS 欲しいで調べていただくとトムボーのツイッターが出るので、ぜひよければフォローしていただいて詳しい内容をチェックしていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。あともう一つお知らせしたいことがありましてですね、トムボーイズは、東洋大学の学祭に出演させていただくんですけれども、やった5日と11月5日土曜日の方が白山キャンパスっていうところ、あ、ごめんなさい、白山土曜で白山11月4日がごめんなさい間違えちゃった11月4日の土曜日が東洋大学白山キャンパスで行われる白山祭っていうのに出演させていただきます。そうですね、ありがとうございます。トムボーイズはですね、普段朝霞キャンパスっていうところで出演さ間違えて活動させていただいてるんですけど、白山にね、白山祭に出演させていただくのは去年に続いて2回目のことで、これ恒例にしていけたらいいですよね。いいですね。はい、そんな感じです。でですね、11月5日の日曜日の方には私たちのメインキャンパスの朝霞祭の方に出演させていただきます。とですね、朝霞祭は1年生から4年生までみんな大集合ですごい盛り上がる学祭なので、ぜひぜひお時間あれば見に来てください。お願いします。お願いします。そうだね、あと2曲で、そう、あとラスト2曲なんですよ。今来たばっか、嘘ばっか。はい、ありがとうございます。ね、はい、準備してはい、じゃあラスト2曲盛り上がっていきましょう。ミュージックスタート。Yeah.
クダンスサークル。まだ終わりじゃない。まだ終わりじゃない。じゃあもう一回下がりましょうか。大丈夫ですか。さあ、はい、じゃあ最後やりましょうやりましょう。せっかくやろうとしたことやりましょう。はい、すいません。お願いします。以上、東洋大学トムボーイズです。